まあ、ただボールを握ろうとするだけで指の震えが出るという構造的な問題ですね。はい、皆さんこんにちは。今回は YouTuber 向こうさんのリップス改善動画を撮ってきました。収録中も冒頭はウォーミングアップの、まあ、施術前のキャッチボールではあったんですけども、そこから、実際になくなっていって、最終的にはかなりコントロールよく、投げれる状態になりました。で、今回はその、どういうことをしてリップスの改善をしていったのかというところをお話をしていきたいと思います。で、まあ、僕もねリップス気味になったこともあるんですけども、やっぱりその時って結構手が緊張したりとか、まあ、投げる前にすごい違和感を感じたり、ボールを持った時にもすでにあちょっとこれ投げれなそうだなっていう感覚になったりした時もあったんですけども、まあ、それがね、こういう構造を良くするような調整、まあ、自分でもねその部分の緊張を取っていくと、ね、少し変わっていったりするので、まあ、そういったところから、まあ、少しでもね、そういうリップスでちょっと野球やりたくないなとか、ボール投げるのも嫌だなとか、もう自分ダメなんじゃないかなっていう人が、まあこれおこがましいかもしれないですけど、救われるような、形の、まあ、きっかけになればいいなと思っているので、ぜひ、ご覧ください。まずこの今回のイップスを改善していく、向こうさんのイップスを改善していく動画なんですけど、手の調整をメインにやっていきました。手の中だけでも27本の骨があって、で、その27本の骨に、まあ、筋肉がこうやって重なってついているという構造になります。で、よく見てもらうと、まあ、指の筋肉がまあこう肘の方までつながっていたりするので、まあ、指のバランスが悪いと、まあ、それだけでボールを握るときに指が緊張して前腕から肩、まあ、そして体幹まで緊張して肩甲骨が動かないとか、まあ、そういったことが起きてきます。で、今回は、まあ、ポイントとしてはこの中指と薬指、まあ、この2つの指の間の筋肉がかなりこうくっついてる状態になってしまっていたので、まあ、その部分を主眼に置いてリリースをしていきました。で、それによって指が緊張することなくボールを握れるようになったので、まず中指がしっかり立った状態で薬指を閉じて、まあ、しっかり曲げてボールを握ることができるようになりました。で、それによってもともとが中指と筋肉がくっついていたので、ボールを握るときに薬指を曲げていく動きをしたときに中指がちょっと引っ張られちゃうと外側に、なので、ボールを投げるときに手首や、まあ、指もこんな形になってました。まあ、これが途中でなってきたんですけど、もともとが、中指が横に倒れた状態、薬指に引っ張られて横に倒れた状態でボールを前に投げようとするので、方向に、押すような形があったので、ボールがまあスライダー回転したり、ボールが上に抜けていったりということが、まあ、起きてました。なので、まあ、今回の向こうさんのイップス動画の改善の動画の問題としては、中指と薬指の間の組織が特に硬くなっていて、まあ、そこがくっついてることで、まあ、ただボールを握ろうとするだけで指の震えが出るという構造的な問題が一つと、もう一つがスキル的な問題です。まあ、その構造が変化したこと、中指と薬指がちょっとくっついてしまっていることによって、投げるときにやっぱスライダー方向、手首が横に倒れて指も右の方に倒れて、で、人差し指だけでボールを投げてしまうという癖、ボールの右下の方から中心を押してボールを投げる癖がイップスになってからついてしまっていたので、まあ、その中指と薬指の両方がかかるようになった時にボールをしっかり前の方向に押していく、スナッピング動作ですね、ボールをスナップしていくというところの手首、中指、人差し指ですね、中指と人差し指の動きを、まあ、それは情報として、まあ、スローモーションでね、今回見せながらやったんですけど、ボールの中心を押しながら、しっかりボールを回転させていくということをやりました。なので、リリースの瞬間に、右下から中心を押しちゃってるよっていう話をした上で、まあ、少し感覚的にね、逆のことをした方が、中心を両指で捉える感覚出てくるので、まあ、少し左上の奥の方からボールをちょっと押し込むように感覚的な指導になるんですけど、お話しして、まあ、そこからだんだんボールが両方の指にかかったり、ボールの回転軸が少し縦に近づいてきたりというところの動作指導という形になりました。まあ、これが初めの構造的な改善っていうのが一つと、もう一つがそのスキル的な改善ですね。この二つを、まあ、今回のイップス動画では行っていきました。で、もう一つが、まあ、今回ちょっとイップスを直すっていう目的で、さんの指導の方をやらせてもらったんですけど、まあ、その時にねちょっとだいぶ思ったよりも早くと言ったらあれですけど、まあ、改善が見られて、本人的には指にしっかりマメができたり、指の筋肉がしっかり動くようになってボールが握れるようになったんで、まあ、その分前腕の筋肉が張ってきたりっていう風ないい反応が出ました。
もう一つが、やっていこうとしたのが、少し休息アップも、まあ、ちょっとお試し的にやりたいというところだったので、それはね、下半身課題ということで、下半身を開こうというところで、内側の筋肉です。足をちょっと開脚しているシーンがあると思うんですけど、内側の筋肉を、自分の恥骨のところから、だいたい太ももについている部分を、伸ばしてあげる。あとこれね、足開くときに、結構内転筋伸ばしましょうっていう話は出ると思うんですけど、ももの後ろですね。ももの後ろのハムストリングスの内側の部分も、ストレッチ、だとか、まあ、筋肉を滑らせるようにしてあげると足って開きやすくなるんですね。なのでこの内側の部分を動くように、まあ、調整をしていきました。でそれによって足が開くことで、まあ、重心がしっかり乗ってくるような形のフォームだとか、まあ、体重移動をね右足の、外側にこう地面を押すような動作で行っていくんですけど、まあ、その部分も動きやすくなるかなということで行いました。まあ、実際これがね今回はまあ、ちょっと地面が硬いマウンドではなかったんで、まあ、少しその反映されづらい部分があって、で、まあ、少し休息も出なかったのかなっていうのと、重心移動をね、しやすい状態っていうのができれば、休息も自然に上がってくるのかなと。まあ、地面反力がね、あるマウンドだとか、高いマウンドだったらね、今も130キロぐらいは投げれるのかなというのは思うんですけど、まあ、今回に関してはそういう形で、まあ、休息アップに関してはちょっと、まあ、ついでにやったようなところもあって、もう少ししっかりしたマウンドでね、またやらせてもらえればなというふうに考えています。動画をご覧いただきありがとうございました。今回は YouTuber 向こうさんのイップス改善動画ということだったんですけれども、指の部分の癒着を、取っていくことで、まあ、かかりが良くなってきたり、まあ、そもそもが握りやすい状態を、作ってあげると、それだけで、かかりが良くなってくると。で、さらにそこから、ボールにどう力を伝えていくかっていう部分をアドバイスしていくことで、まあ、改善が見られていったという結果でした。実際に、まあ、指先腕だけではなくて、体幹の部分だとか、いろんな場所でその構造的な問題で筋肉が働きにくくなっていたり、逆に筋肉の問題でその関節が悪い構造の状態になっていたりする問題があるので、体の方から改善するだけでも動きやすい状態になって、動作をイメージしやすかったり、ボールに力を伝えてコントロールしやすいイメージになることで、自分の脳のイメージが変わっていって、イメージが変わることによって心理的な不安感っていうのが減ってくる場合もあります。もちろんその心だとか脳でイメージしたものでその体が震えが出てきたり拘縮が出てガッとこう引っ掛けちゃう、指にかからなくてボールが抜けていっちゃうっていう問題もまあ5つは、あって、いろいろなね様々な要因でそういうことが現象として起きてるんですけれども、まあ、一つね改善する事例として体の方からアプローチするということを、まあ、一つ、イップスを持ってる方だとか、まあ、そもそもコントロールがもうちょっと良くしたい方なんかが、まあ、こういった動画で、少しでも良くなればいいなと思っています。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、グッドボタン、コメント等でまたどういったことが、まあ、知りたいかということなども質問等も残していただけると非常に今後の動画作りに励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。